決編ですね。レッスン1、持ち方編、レッスン2、基礎編、今日最後のレッスン3、振り付け編になります。振り付け解説、振り付け解説と実際にね振り付け踊っていくので、ぜひ皆さんもね基礎が覚えたらこの振り付けも完璧なので、アンダーダシーみんなで踊っていきましょう。はい、では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 早速ゴー。ゆうべり、we want to learn.
はい、振り付け以上になりました。1部、2部、3部で1レッスンから3レッスンまで皆さんお疲れ様でした。ぜひね、この夏あの道具、ベリーダンスのファンベールとベリーダンスの、ベールをね、ぜひ一緒に使ってみてください。はい、ちなみにあのファンベールサークルっていうのを9月2日に代々木公園であのやろうかと思ってます。ぜひね、あのサークルなので本当に初めての方、もう男女問わず子供でもお年寄りでも格好は何でもいいんで、ファンベールだけあればいいです。ファンベール持ってなくてもレンタルして、あのレンタルもございます。ぜひね、皆さんでこのファンベール楽しそうだな、やってみたいな、でもどこで買っていいか分かんないし、なんかどこでレッスンしていいかも分からないっていう方はね、ぜひサークルから、すごい敷居りもね、やっぱベリーダンスだと敷居高いけども、本当に公園でね、さらっとちょっとこうやってね遊んでる感じであの参加できるので、ぜひね1000円なので、皆さんでファンベールあの好きが増えたら嬉しいなって思うので、ぜひ予定がある方は参加ぜひぜひです。概要欄に載っけとくので、ぜひね興味ある方は見てください。はい、では今日はアンダードシーの振り付けでした。ぜひね、こういった動画やってほしいとか何かリクエストあればコメントとかにやっていただければ、あの拾っていくので、ぜひねあの何かあれば言ってください。ぜひですし、ちょっとこれ違うんじゃないかっていうのもね、あの皆さんで作っていきたいなっていう感じで思っているので、私だけの YouTube じゃなく、みんなの YouTube、 ベリーダンスが好きな方の、特に道具が好きな方、キッズだったりとか、ぜひ皆さんね一緒にやっていきたいと思います。はい、ではここまで動画を見てきてくれてありがとうございました。あのよかったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。では今日はここまで、バイバイ。